杉崎さんはプライベートでも、ね、いろんなお話を小野さんとされると思うんですが、はい、その2人がこうしっかり結びついたお友達の役っていうのは伺っていかがでした？いや本当にご縁を感じました。友達として過ごしてきた時間の方がはるかに長かったですし、なかなか私はいつかかりんと深くこう交わるような役で共演したいなっていう目標があったんですけど、それが自分自身2年以上前ですかね、かりんにおすすめの本としてこの 52Hz のクジラたちの原作を紹介してもらって、でその原作を購入したぐらいのタイミングでキコ役のオファーをいただき、そして美晴役にオファーがかりんの元へ行ってるっていう、こんな巡り合わせってあるんだなっていう本当にご縁を感じました。